はい、今回はちょこちょこご質問いただいていましたベガスムービースタジオのバージョン15で追加された新機能の使い方をご紹介していきます。このムービースタジオが15にバージョンアップした時に新しい機能というのが追加されているのですが、ほとんどその使い方の情報がなく、ヘルプを見てもよくわからないような状態だったみたいですので、今回はそちらの方を実際に使いながらご紹介していきます。で、この新しく追加された機能を使えるのがムービースタジオのプラチナムとなります。無印のムービースタジオも15にバージョンアップしているのですが、追加機能というよりはソフトのデザインが変わったであるとか、内部処理が変わってレンダリングが高速化されたであるとか、新しい動画形式の読み込みや書き出しに対応したといった部分で、機能的な追加要素というのはなく、このプラチナムの方で新しい機能が搭載されています。ですので今回はこのベガスムービースタジオ15プラチナムを使ってその追加機能をご紹介していきます。そしてこちらがそのベガスムービースタジオ15を起動した直後の状態なのですが、早速トラックにこのピクチャーインピクチャーというトラックが配置されています。ここに素材を配置していくと、早速ピクチャーインピクチャーの状態となっています。これがまず新機能の一つとなるのですが、これは何が起こっているかと言いますと、トラックのエフェクトに新しいエフェクトのピクチャーインピクチャーというエフェクトが適用されています。一度削除します。すると元通りですね。これを例えばイベント FX からベガスピクチャーインピクチャーを追加して OK すると先ほどと同じ状態となります。まあ、何ができるのかと言いますと、シンプルに1大きさでピクチャーインピクチャーが作れるということなのですが、まあ、この表現を作るだけであればこのエフェクトを使わなくてもできたのですが、この画面上で直感的にドラッグして拡大縮小配置ができるといったところが新しい部分となります。作れる表現の方法としては新しいものではないのですが、操作性という意味ではいいんじゃないかなというふうに思います。これが一つ目のピクチャーインピクチャーエフェクトとなります。エフェクトを削除します。そしてもう一つ追加されたエフェクトがあります。ベガスクロップ、こちらのエフェクトですね。追加 OK。 これもその名の通り、単純にクロップ使う部分を切り出すエフェクトなのですが、こちらのエフェクトも先ほどと同じようにこの画面上で直感的に操作できるようになったという部分ですね。まあ、設定できるのは四角形のみなのですが、直感的に画面分割のレイアウトを作れるようになったと思います。このクロップのエフェクトの後にパンクロップを配置して移動させることで、こういった配置ですね、レイアウトの使い心地としてはいいんじゃないかなと思います。次にこう動画を再生していると一部分で動画を止めたい時があります。いわゆるフリーズフレームですね。それを簡単に作ることができます。止めたいフレームに時間を移動して、このイベントのハンバーガーメニューからフレームをカーソル部分でフリーズ、これをクリックするとこんな感じでこの時間から静止画が挿入されました。流れ的には停止する前の動画、停止した時間、そしてその後の時間といった形ですね。まあ、間に停止した素材が自動的に挿入された形となります。ですのでこの停止した素材の長さを調整することで停止する時間を変えることができるようになります。こんな感じですね。そして不要な時はデリートで削除すると元通りですね。最後のフレームで止めたい時なんかもよくありますので、この最後のフレームを表示した状態でハンバーガーメニューからフリーズすると最後延々と伸ばすことができます。こういった作業はこれまでいちいち静止画を作って配置するようにしていましたので、これはすごく便利な機能なのかなと思います。そして先ほど削除したら元通りというふうに言ったのですが、
削除しても、この一度分割された部分というのは分割されたままになっているんですね。ここがもう一つの新機能で元通りにすることができます。この分割された素材を2つとも選択して、編集、イベント回復、これをクリックすると、元通りの一つの素材となります。これは個人的にすごく嬉しい機能かなと思っています。全然切れている必要のないところで素材が切れていると、後で編集で事故を起こしやすいので、いちいち削除して伸ばすといった風にしていたのですが、これがあれば、分割したところも選択してイベントを回復という風に戻すことができるので、地味ですがすごいいい機能だなと思います。複数分割している場合は全てを選択していても一気に回復することはできませんので、一つずつ復元していくことになります。これらがベガスムービースタジオ15プラチナムに追加された新しい機能となります。まだ使っていなかった方は実際に触って試してみてください。今回は以上です。またお会いしましょう。